けど、今酒飲んで寝たら夜また眠れなくなるか。ただでさえ夜眠れてないみたいだしね。それはまた別の理由ですけど。別の理由って？いやだってほら、あずささんとななかさんが隣で寝てれば普通緊張して眠れませんよ。ありゃ、そうだったか。それは悪いことしたね。あずささん？じゃあさ、いおり。はい。エッチしよっか。はあ、何を急に。そしたら緊張しなくなるでしょ。いやいやいや、そんな軽々とすることじゃないかと。失礼な、私だってそこらの変な男とはしないよ。でもいおりのことは気に入ってるからね。一回くらいいいかな。なんというスポーツ感覚。なんて半分冗談だよ。それでギクシャクしたらつまらないしね。半分。そう、半分。本気でしたいって言うならいいけど。試されてる。俺今すげえ試されてる。いや、めっときます。じゃあまずは祝杯を。先にあげていたみたいだな。すっかり治ったようで何よりだ。あらあら、気が早いわね。ふむ。